リフレクター、あんな世界が現実、願いが、一体あの世界では、はあ、私の何？また何かあったの？悪いけど、私…ううん、そっちじゃなくて…なんだ、そっちか…そろそろ話し合わないと…隣のクラス？うん、特待科。文化祭の出し物は学年ごとにやるって聞いて…うちの高校は小さいしね。そういえば聞いた。あれって隣のクラスの森川さん。うちのクラスに何の用だろう。失礼、文化祭のことで話しに来たんだけど。それなら白井さんだよ。白井、ひな子、そろそろ。それはこちらのセリフ。それは、はいはーい、文化祭の話ね。じゃあ廊下に行こうか。ほら、それで一体どういうことなの？あれ以来どのコンクールでも見かけないし。それは仕方ないでしょ。ひなちゃんバレエやめちゃったんだもん。はあ？何言ってるの？バカじゃないの？ライムバカじゃないよ。ひな子がバレエをやめるなんて世界が滅んだってありえないわよ。本当だもんね、ひなちゃん。嘘でしょ。いや、どうして？あなた、あんなに踊れたのに、もしかしてスランプ？それとも何？なんとか言ったらどうなのよ！あなたに何がわかるの？ひなちゃんは、ライム、落ち着いて。なんなの？今日の放課後、屋上に来て。私、ひなちゃん、ひな子がバレエをやめる、あっていいわけない。どうしたの？そんな、マオ、今来たばかりよ。天才子役も大変ね。元ね。それでどうしたの？別に、ただちょっと隣のクラスで知り合いに会って。隣？もしかして文化祭のこと？そう。ごめんなさいね。気にしなくていい。ありがとう。いいえ。じゃあどうして？だからこそ。ひなちゃん、一緒に行こうか？いい。ひなちゃん、行ってくる。ちょっと、今はひなちゃんを信じるしかないでしょ。そんなこと言ってる場合なの？わかってるよ。でも、もう焦っても仕方ない。15が壊されたってことは、すぐそこにいるはず。今更ジタバタしても変わらないよ。ライムは諦めたくないの。
それはユズも同じだよ。信じましょう、ひなちゃんのこと。わかったよ。あの、白井さん？そうだけど、あなたは？私は蜷川真央、サラサのクラスメートで文化祭の実行委員よ。あ、そうなんだ。嘘、今日蜷川さんいる日だったんだ。地方ロケからもう戻ってたのね。ロケ？あ、私こう見えて女優してるの。ごめん、私あんまりテレビとか見ないから。ううん、気にしないで。私もまだまだね。白井さんのような人でも分かるくらい有名になるように頑張るわ。同い年なのにすごい人なんだ。あ、そうそう、近いうちに出し物の話し合いをすることになると思うけど。あ、うん。ま、それとサラサなら急いで教室を出て行ったわよ。それじゃ。悩んでてもしょうがない、行こう。来たわね、サラさん。それで一体どういうつもり？バレエをやめたって本当なの？なんでなの？なんであなたが？だって、膝を痛めたんだ。え？結構大きな故障だったけど、その時は復帰できると全然疑ってなかった。私たち故障なんてしょっちゅうだしね。早く治して練習しなきゃって。だけどいくらリハビリしても全然痛みが引かない。それで改めて先生が紹介してくれた信頼できるお医者さんに聞いたら、さあ、日常生活は問題ないし簡単な運動はできるって。だけどバレエみたいな激しい運動はもう膝が耐えられないって。そんな、なんでなの？そんなことで諦めたって言うの？そんなこと、私だって諦めたくなかった。ずっとバレエを踊りたかった。でもしょうがないでしょ。今でもまだ思いっきり力をかけると痛いし、使えば使うだけ悪くなる。私の足はもう。それで今は何もせず普通に高校生活を謳歌しようとしてるってわけ？私がどうしようとサラサには関係ない。なんで？サラサ、なんで？ひなちゃん、二人ともサラサが、やっぱり暴走してる。急いで顧問に行こう。ひなちゃん、分かった。結局また来ちゃった。ひなちゃん、さあ早くあの子のフラグメントを探しに行きましょう。
わかった。ひなちゃん、大丈夫？うん。私が、行かないと。ひなちゃん。早く倒しちゃおう。頑張っていこう。ストライク。次はどうしよう。やっ。めんどくさいな。クマさん、攻撃？どうしよう。へい！負けない。はっ！あ、何をしよう。ファームで。どうしよう。次はどうしよう。やっ！戦闘終了。あれかな。ちょうど魔物はいない。ひなちゃん、私もあんな風に踊れるようになりたいと思った。今までいろんなダンスをやってきたけど、そんな風に思ったのは初めてだった。だからこそ勝ちたいと思ってたのに。
ソロソ。こんなことに。ソロソ。そんな、ひなちゃん。ひとまず倒してからにしましょう。行くよ。早く終わらせよう。どうしよう。終点。何をしようかな。食らいなさい。どうしよう。これで邪魔者はいなくなったね。ひなちゃん、お願い。でも、さっきのはひなちゃんがあの子の感情を理解できてなかったからうまくいかなかった。もう一度気持ちを受け止めて耳を澄ませてみて。どうして、なんで。ソラさん、怒ってる理由が違うの。ひな子がいなくなったら、私は何を目標にしていけば。何を目標にバレエを踊ればいいの。そうか、この感情は怒りじゃない。バレエのない生活ってどうすれば。そんなの死んでるのと変わんないよ。私は何を目標に生きれば。この感情は恐怖だったんだ。ひなちゃん、戻ろう。さらさと話をしなきゃ。